この動画をご覧の方の中にも、まあ、ご実家が地方にあるため、まあ、将来的には継承して、まあ、歯科医院を経営するっていう先生もいらっしゃるかと思います。ただですね、正直不安じゃないですか。特に都心部などに勤務していた先生は余計にやっぱ地方に帰ったら思いますよね。でも父親に聞いてもなんかいまいちよくわからないなみたいな、まあ、他に教えてくれる人もいないし、こんな状況になってないですかね。そこで今日はですね、竹豊という場所にある、まあ、愛知のですね、あの都会とは正直言い難い場所にはあるんですけれども、そこで、ユニット10台もある、院を経営されている、富木歯科クリニックの河内先生にお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。河内先生、早速なんですけれども、はいはい、要は地方での院経営、はい、ぶっちゃけどうですか？私の場合はですけど、はい、妻の父のところでやったので、はい、まあ、縁もゆかりもないところではあったんです、はいはい。ですので、父の医院はもともと勤務医の先生がいなかったので、はい、患者さんからすると、お前は誰だお前は誰だという顔で見てました。急に来てね、そう、何だったって感じです。ちょっと顔が似てたもんですから、息子さんっていう、まあ、父は岩川、私は高知なんで、そうです、名前違うやんっていう話になって、あ、なるほどね、まあ、そんなことがあって、あ、まあ、結構最初は名前を知ってもらうまで大変でした。そうかそうか、はい、最初のハードルっていうのはそこにやっぱり、はい、そうですね。最初の頃ずっと妻の旦那なんでっていうところでいう話を毎回それが枕言葉がこんにちはっていうところから。そうか、はい、まあ、そんな中でやっていてどうですか、どのくらい、まあ、2008年に、ね、はい、やられてってなった時に、はい、どのくらいだってこう皆さんというか地域の方々に河内先生ってこう認知してもらってるの。本当にね、2、3年かかってますよ。はい、やっぱもう日々今の話をずっとしてずっとして、そうです、2、3年かけて、ね、そうです。だから今から、継承されて帰る先生いらっしゃるかもしれないですけど、帰ってすぐに今まで通りになってやっぱできないですよね、はい、きっと、ね、そうですね、まずそこのハードルがあるっていう、そうですね、ポイントですよね。あとやっぱりお父さんと結構治療の内容を比べられるっていうのが、そうか、まあ、今までのね患者さんはもちろん大先生の診療を受けてるわけですもんね、はい、あとはスタッフさんも大先生と自分の治療をこう見るのでなかなかそこは時間がかかると思います。ですよね、はい、実際にはそういう状況なので、河内、はい、先生がどんなことを実際にやっていったんですか、その今ギャップみたいなのとか埋めるために、まあ、患者さんに対しては説明してたと思った時に、はい、院内に対してはどういうことをやられてました？やっぱり患者さんにはですけども、そもそも河内先生は余分なことを喋らない職人肌の世代の方たちなので、団塊世代の人、私は団塊世代のジュニアの世代なので、やっぱりよく、まあ、コミュニケーションを取るとか喋る方なので、患者さんにはよく説明をして納得してもらってからやるようにっていう感じだったっていうのがあります。なるほどね、まあ、そこってでもだいぶ違いますよね。違います、やっぱりね、違います、違います。それ院内はどうでした？それはやっぱりスタッフさんたちは見てるっていう感じなんですか？はい、もうスタッフさんには大先生の世代のやり方と私たち世代のやり方が違うから、私世代はそれこそよく患者さんに説明して納得してもらってから治療を始めるよっていう世代だから、こういうやり方でやるんだよっていうことは伝えましたね。やっぱそれも時間かかりました？まあかかりましたよ、そりゃ。だからすんなりこう帰ってきてすぐに診療とかやっぱさっきも言ったんですけどないんですよね、はい、そういうところからやらなきゃいけないっていうところなんですよね、はい、ですので私はどちらかというと毎週院内勉強会の時間を作って、うん、院のその方針というのをどちらかというとその徹底してこういう方針でやっていくんだよってことをスタッフさんに伝えるようにしていきましたね。その中で、まあ、多分ですけど、その若先生として帰った時とか、はい、でさっき言ったように、まあ、スタッフさんがね今まで大先生からしか指導を受けてなかったってあると思うんですけど、はいはいはい、そこの例えば若先生がいて、うわなんか言ってるわみたいな、きっと雰囲気みたいなのってありますね、絶対あると思うんですよ。僕も2代目の先生と話してて、やっぱそれで悩む方っていらっしゃるんですよ、はい、そういった時ってどんな感じでやっぱ伝えてきたんですか？やっぱりその綺麗事の話じゃなくないんですけど、2008年の時にやっぱり私が入るよってなった時に、実はもう院内が実はちょっと揉めてまして、やっぱりそのいい雰囲気じゃない中で戻ってきたっていうところがあったので、まあ、その火消しをするところから始まったっていうのが正直ありますね、まあ、結構なスタートでしたよ、ね、はい、
今そのスタッフさん揉めてたってなったんですけど、はい、実際ちょっとその時の当時の話ってもうちょっと聞かせてもらってもいいですか。はい、まあ、お恥ずかしい話なんですけれども、大先生の世代の人たちっていうのは、まあ、やっぱり言葉数が少ないものですから背中を見て育つという世代だったと思うので、スタッフさんにもそういう余分なことはあまりお話をしないという、はいまあ、ある意味自主性を重んじてたというところもあるんですけど、まあ、一方でコミュニケーションが不足だったところもあるんですね。まあ、ですのでやっぱりそのスタッフさんへのそういったところがこう行き届かなくて、結果的にあのスタッフさん同士でまあ揉めてしまってたっていうところがあったということだったというふうに思います。まあ、そういった中に入って私の中で、あのやっぱりその若いスタッフさんのところがうまくそういった環境に馴染めなくて結果的に退職をしてしまうっていうことがあったんですね。恥ずかしながらスタッフさんが半分を入れ替わるってことになったんです、まあ、その時からも私はもう絶対こんな思いはスタッフさんにさせちゃいけないっていう思いが強くなって、まあ、きちんとマネジメントするような意味を作るっていうふうに、なりましたね。本当に、まあ、そこからですきちんとスタッフさんのマネジメントとかに力を入れるようにしたの。あのきっとこの動画をご覧になっている先生もそうだと思うんですけど、まあ、コーチ先生もやっぱそうだったように、はい、皆さん先生って気づくのってそこなんですよ。てかそこまであの変な意味じゃないんですけど、痛い思いをしないと気づかない方がほとんどなんですよね。でもあの少なからずこの動画を見ている方っていうのは、あの今の話って絶対僕ね心にこうどっかにあの留めておいてほしいなと思って、きっとあのそういった似たようなこともあるかもしれないですけど、何ですか、何も知らなくてそれを受けちゃうのか、やっぱりこう経験をする頭を、ちょっとでもね、まあ、知識だって何だか覚悟があってなるってことはやっぱ結構違うと思いますので、あの今の話っていうのはねぜひあの僕は覚えておいていただきたい話だなと思いますね。まあ、やっぱりこう地方で開業するってなると必ずまあ地域の方々とのコミュニケーションだって根付いていかなければいけないんですけれども、そのために高先生は実際どのようなことをされているんですか。やっぱりあの私があのよそ者だというところがあったので名前を覚えてもらう必要もありましたし、こういう人物なんだよっていうことを知ってもらいたかったっていうことがあったので、まずはあの院内新聞っていうのがあるんですけど、毎月院内新聞を発行して患者さんに渡していったということ、そしてまあ情報提供したということ、そしてホームページをまめに更新するということ、それから最近ではあの町の あの健康講座っていうのがあるんですけれども、それにあのボランティアで講演をさせていただいたりだとか、歯科衛生士さんも、そこで講演をさせていただいたりとかして、地域の皆さんとつながりを作っていくと、そういったことを力を入れてやってきました。やっぱり今やっぱ聞いてると、こっち側からしっかり発信しなきゃダメですね。そうですね。関わるようにしなきゃダメですね。そうですね。まあ、地域にあるからって言ってこう、はい、まあ、受け身の状態じゃなくて、はい、やっぱり必ずこう関わっていくっていうところがやっぱ大切なのかなと思います。はいはい、そうですね。はい、コーチ先生が考えるその地方での歯科医の経営っていうのは何かどういった考えがありますか。はい、あのここの地域はっていう表現になるかもしれないですけど、はいはい、あの人口も少ないんですけれども、やっぱり歯科医さんも減っていくところだと思うんですね、うん、ですので地域にとって絶対必要な医院になっていくはずだと思うんです、うん、それはもちろんうちだけじゃなくてこれからの地方のところっていうのは必ずそういう問題が起きてきます、はい、そうなってきたときに、まあ、どうしたらそこの地域で必要とされる医院になっていくかっていう視点を持っていくことが必要かなというふうに思うので、ここで私の考え方はあの予防歯科を中心として、まあ、いろんな治療が少しやっぱりできるっていうところを目指してやっていくっていうことを考えてやっています。なるほどですね。やっぱりここって今結構ポイントだなと思うので、今小石先生が言ってくれたように地方での歯科医の経営やっぱり人口っていうのが、ね、少なくなるっていうのも背景見えてる、はい、もう事実ではあるので、はい、やっぱそこに対してあじゃあ歯科医が地方での歯科医がダメなのかそんなわけじゃないんですよね。あ、全然そんなことはなくて、むしろ本当に地域として絶対に必要でなくなってはいけないになっていくはずです、うんうん、ですのでそういった思いで地方に、うん、あの継承される先生は、うん、あの必要とされる、うん、あの委員であり先生は必要とされる人物なので、うん、そういうふうに思っていただいていいというふうに思います、はい、やっぱり地方で、はい、委員を経営するってなるとそのスタッフのねスタッフさんの話もあると思うんですけど、はい、その採用とかってどんな感じなんですか、はい、もう思い返すとこの12年間13年間は一番大変だったのがスタッフさんの採用なんですね。
当時から大変だったので、ものすごいやっぱり力を入れてきましたね。実際に具体的にどんなことを取り組んできたんですかね。あの当時、今でこそ歯科衛生士さんが今11人、在籍していただいているんですけれども、あのスタッフさんから紹介してもらえるような委員を作る、なるほど、これしかないなっていうふうに私は思ってます。結構、まあ、ほとんどの歯科医さんが、まあ、求人っていろんなところに出したりするんですけど、はいはい、まあ、それ以上にやっぱりこう横のつながりみたいなのが、そうですね、本当に横のつながりをものすごく重要だというふうに思ってるので、あの私は今ここで勤めてくれているスタッフさんがここの院がいいっていうふうに思ってくれれば、まあ、声をかけていただけるかなというふうに思ってるので、まあ、そういった一つ一つの積み重ねの継続が、まあ、今につながってるんじゃないかなというふうには思ってます。やっぱり特にこの地方っていう部分なので、あの横のつながりって結構強いし、すぐ噂もそうですけど広がるじゃないですか。でもその噂っていうのも、あの噂って聞くとなんか悪いイメージばっかりなんですけど、いい噂もそうなんですよね。そしたとしたらやっぱりどんどんつながってきたとしたら、いい噂が広がっていくって、もうこれに勝るものはないくらい。なるほど、勉強になります。いや私もそれ、そのような感じで勉強させていただきたいと。そうなので、実行したいですね、うん、やっぱりそれっていうのが結局そのためにはスタッフさん自身が自分の意に対して、まあ、好きとかね、何かこう愛着を持ってるとかっていうのは、そうですね、やっぱりスタッフさんが私の意にだっていうふうに思ってほしいっていうのはやっぱりありますね、うん、やっぱり名前を変えたところもそこにがあるんですけ ど, なるほど、まあ、私の考え方ですけど、まあ、できるならまあその個人の名前じゃなくて皆さんに愛されるような委員の名前にしたいなっていうのを思ったので、まあ、可能であったのでフキという名前を付けさせていただいたっていうのもそこにあります。スタッフさんが愛着を持ってくれる委員になってほしくて、でスタッフさんがここの委員がいいよって思ってくれれば患者さんに良い医療を提供できるようになるんじゃないかなというふうには考えています。ここ結構やっぱね、採用についても今のポイントだと思います。結局外に対していろいろ力をかけることもあるんですけど、それだけじゃなくてやっぱり結局院内の話っていうのがすごい大切だなというのが、ね、あります。では今回今小内先生に地方での歯科医の経営について話していただいたんですけども、最後に何か一言ございますか。はい、若い先生は自分のふるさと地方に帰っていただいて地域の医療をきちっと担っていただきたいなというふうに思います。本当に先生方の活躍の場が地方にあるというふうに私は思うので、ぜひ地方を盛り上げてほしいなというふうに思っています。ありがとうございます。お願いします。